こんにちは。アパレルブランドヘルベティックデザイナーのヨッシーです。お久しぶりでございます。ね、全然更新できてませんでした。今日はですね、最近購入したかなり推しのバッグの紹介をしたいと思います。今回ですね、紹介しますのはアークテリクスです。アークのバッグ、以前紹介していたものがあって、で、それはね、すごい重宝してるんですよ。前回というか、以前紹介したことがあるアークはこれ。ちょっとモデル名失念してしまいましたけれども、これがですね、非常に良くて、もう、僕の中でもマスターオブバッグと言っても過言ではない。これもう完璧だと思ってたんですよ。500のペットボトル入る、iPad ギリ入る、中が小分けになっている、肩の部分が、これで疲れにくいと。もうね、完璧って思って、よくね、これ使ってたんですよね。で、まあでも、まあ何もかもそうなんですけれども、完璧とはいえど、これじゃないなっていう場面もやっぱり存在するわけですよ。で、そういう時に、割とね、もっとでかいものってなると、バックパックとかよく背負ってたんですけど、すごくね、ちょうどいいものを購入したので紹介します。今回紹介するのはこちら。アークテリクスのヒリアド12ショルダーです。ヒリアド12ショルダーだったかな。バックパックもヒリアドっていう名前であるんですけど、これがショルダーの方です。こっちの方です。12の方。ヒリアド12っていうやつです。これがね、まあ、すこぶる調子いいっていうか、今、めちゃくちゃいいバッグだと思うんですよ。まずは、まあ、表面ね、アークだから、リップストップっぽい生地、リップストップだよな。うん、はい。生地で、100デニールの生地。で、表面は撥水加工がしてあるんで、多少の雨は問題ないと。まあ、防水じゃないけど、撥水だよ、というものでございます。そしてね、いい点がいっぱいあって、まずはね、この軽量性ですね。これね、何グラムっていうか、これを見てほしい。わかる？この、落下速度ですよ。ふわーって。この落下速度を見れば、これがどんぐらい軽いかっていうのが、なんとなく伝わるとはって思うんですけど、まあ、とにかくライトウェイトだと。で、ライトウェイトかつ、このね、12って言ってるから12リットルってことなんだと思いますけど、ほんとね、この容量がめちゃくちゃいいんですよ。で、さっき紹介してたのは、これじゃないですか。ちょっと小ぶりなんですよ。まあ、小ぶりだから、まあ、サブバッグとしてすごく使いやすくて、まあ、普段のね、スマホ充電器、財布、モバイル、言ったか。スマホ充電器、iPad、ペットボトル、なんかこれに入っちゃうわけですよ。だから十分。でも僕が使ってるタンブラーと、iPad が入る。で、割とここが硬いっていう時点でもうこれは最高確定なんですけど、それ以外のものを外出中に買ったりとか、今の時期、なんでこれを押してるかって僕がね、これ、これはもう普段使うものでもう最高なんですよ。じゃなくて、今の時期ってちょっと気温難しいじゃないですか。まあ、T シャツはさすがにちょっとやりすぎかな。でも、上になんか着ていくと途中で暑くなるかもしれないみたいな、ちょっと絶妙な時期だと思うんですよ。でも夕方まで外出てるしなとか、寒いしな、帰り寒いかなとか、いろいろあった時とか、あとは途中でなんか買ったとか。っていう時に、こっちだと途中で買ったものはあんまり入んないわけですよ。だからっつってなんかこう手に僕はとにかく物を持ちたくないみたいな精神なんですけど、今のところね。で、これはね、かなりでかいんですよ。12リットルだから割とでかいぐらい。まあバックパックだったらちっちゃめだけど、ショルダーで考えたらかなり大きいんですよ。かなりこれが大ぶりでですね。そしてもうすっごいライトウェイトなんで、もう持ってる感じしないぐらい。で、ショルダーのところがですね、こんな感じのメッシュ。こうメッシュになってるわけですよ。まあ、これがやっぱり今から夏にかけて、このショルダー部分が暑いとかね、バックパックでここだけ汗かいちゃったりすることあるじゃないですか。だから、これ軽くて、ここがね、むしろこういうメッシュになってることで蒸れなくて、で、そしてですね、これ、ここの横ポケはですね、キーキャッチャーもついてるんで、鍵をここに引っ掛けとくこともできるわけですよ。なくさないと。で、ここはそこまで広くないんですよ。深くないというか。まあ、十分広いっちゃ広いんですけど、だいたいこの辺ぐらいまで。だから逆にすぐ取り出したいものなんか、ここに入れとくといいのかなと思っています。そして、この中ね。で、この
ファスナーの引き手もね、さすがアークさんですよ。こういうタベがついてて、すごく引きやすくなってます。このタベの形もなかなかかっこいいんですよね。この、台形みたいな感じ。はい。これすごくかっこいいです。で、この中を開けますと、ここにさらに小分けの、この部屋があって、まあ、そんなに深くない。逆にだからこれ自体が、バッグ自体が深いから、むしろ浅いのつけてくれた方が上からこう取りやすいっていうのはあるんですよね。で、中は、ここ以外には仕切りがなく、ドーンと、袋みたいな感じになってるわけですね。これがね、めちゃめちゃいいんですよ。だからね、こうやって持つでしょ。で、持って、まあ、もっと短くもできるんですけど、これが柔らかいから、持ってる時も、割とこう、くしゃっとなって、あんまりでかい感がないんですよ、これ。なんか、まあ、別にこんな、潰す必要はないにしてもですね、ちょっとこう、くしゃっとなっててくれると、でかいバッグ持ってるなっていう感じが少ないんですよね。で、まあ、当然、いろいろなものを入れてですね、で、まあ、日常必要なもの以上に、なんか買った時とか、ジャケット持ってる時とかですね。ちょっと、例えばなんですが、こういうね、こういう、うちのヘルベティックのジャケットがあるんですけど、まあこれを着てたとしますよね。着てて、まあこのジャケットはもともとベルトついてるから、背負えるから、いらないっちゃいらないんですけど、まあ、こういうぐらいの厚みのジャケットを買ったとか、あとは外出の時に着てた。でも今ちょっと暑いなってなったら、これをですね、こうやって中にぶっ込めるわけです。余裕で。うん。全然余裕。これでもなお、かなりスペースには余裕があります。こんぐらいのジャケットだったら2着分は優に入るんじゃないかなって思います。あ、これ、すごく軽くて通気性、ここのショルダー部分も蒸れなくて通気性がいいから、あのね、正直、あの、ボディ、この本体がめちゃくちゃ柔らかくて、ここがメッシュっていう構造上、重いものを持つのには適してないです、正直。なんでかっていうと、重いものを持つときって結構ここ肩に食い込むでしょ。パッドがないとちょっと痛くなったりすると思うんですよ。なので、重いものを持つときは、まあこういうね、このバッグみたいな機構になってた方が、まあ保護されるんですけど、まあ基本ですね、このバッグ自体も重いもの持つようにはできてないわけですよ。なんでかっていうと、こう骨が入ってないんですよ。こうくしゃくしゃだから。デバイスポケットとかでこう硬くなってるバッグもあるんですけど、あれはあれですごくいいんですよ。だけど、ああいう構造にするとどんどん重く硬くなっていくので、まあそれは違うバッグを買えばいいっていう話で、これはね、なんかパッカベルっぽいジャケットとか、あとはなんかくしゃってしても構わないようなものをポイって入れといて、で、あとは日常のものを入れといて、プラスアルファなんか買っても頼りになるっていう感じのバッグだと思います。これで、もっとでかいバックパック背負えばいいじゃんとかっていろいろあると思うんですけど、こっからね、ちょっとバックパックここ暑いとか、背中すげえ暑いんですよ。僕がそう感じるだけかな。なんかね、バックパックってやっぱ結構背中熱くなっちゃったりとかして、僕夏はあんまり持ちたくないんですよね。なので、このね、テクニカル袋、テクニカルズタ袋といっても過言ではない、こいつ、めちゃめちゃ使えます。ジャケット、手持ちのジャケット入るし、まあ今からね、雨が多くなってくるんで、雨っぽい、雨に対応するジャケットとか傘とかそういうのもバキバキ入れられるし、まあ撥水加工なんで、大雨の時に長時間持ってたらダメかもしれないですが、もう十分。ほんと十分。めちゃくちゃちょうどいいバッグだと思いますんで。あとね、このロゴあるでしょ？これね、アークテリクスって書いてなくて、この始祖鳥だけなんですよね。これ。今なんかアークのアイテム1個欲しいなってね、思ってる方なんかは、まあアーク洋服でもいいし、まあアローとかああいうバッグでも、あとジャケットでも全然いいんですけど、なんか今ちょっとこのマークはあってもいいかなっていう僕は気分なんですよね。アークもともとこの始祖鳥刺繍僕は結構かっこいいと思ってるんで、はい。これがこうあるアイテムを持っとくのもいいんじゃないでしょうか。今、ベイランスとかよりインラインがすごい
売れてるみたいなんで、まあそういうものをね、なんかどっか行ってんっていう風になったらバックっていう選択肢もいいんじゃないでしょうか。そしてこれがむちゃくちゃコスパいいんですよ。なんか通信販売みたいになってるけど、これまあもうね、あの何かを紹介するたびに言ってますけど、たとえこれが1万個売れても僕には1円も入ってこないんですけど、これね8000円なんですよ。8000円プラス税とかなんで、もうほんとね、なんかついでに買ってもいいぐらいじゃないですか。だってね、かさばんないんですよ。まずは柔らかいから、くしゃってポーイってやったって、まあそんな乱暴なやり方しなくてもいいですけど、かさばんないからスペース取んないけど開けたらでかいでしょ。ジャケットも入る。なんか途中で、例えばですけど、スーパー行くときとかでも僕は全然いいと思ってた。スーパー行くときとかね。自作のダイニーババッグをあの、スーパー行くときは使ってるんですけど、なんかこう、そういう日常使いできる、あの、困った時に、例えばですけど、リュックの中にこれをぶっ込んどくってなったら、あの、より、でかめのエコバッグみたいな存在にはなる。で、これは、めちゃくちゃおすすめでございます。一応、アークテリックスさんの公式オンラインの、URL 載っけときますんで、興味ある方は見てみてください。ご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。Twitter や Instagram もやってるんで、そちらもぜひよろしくお願いします。私、ヘルベティックというブランドやっております。オンラインあるんで、あ、今クローズ中なんだ。はい、忘れてた。はい。まあ、チェックしてみてください。どうもありがとうございました。